ウルリヒネーテンは、ドイツ出身の俳優である。ウルリヒヌーテンとも表記される。本名をウルリヒシュミード。牧師の五人兄弟の末っ子として生まれる。父親が、教会の責任者となったノイルムに転居し、さらにアウクスブルクに移った。同地のギムナジウムを卒業後、短期間法学を学んだが、シュトゥットガルト音楽演劇大学に転学した。芸名のネーテンは、 母方のせいである。女優のフリーデリケ・バーグナーと結婚し、カズメを設けたが、2005年に、別居、2009年に正式に離婚した。現在は、作家のアリーナ・ブロンスキーとその連れ子3人とベルリン、シャルロッテンブルクに同居している。ブロンスキーとの間に、カズメを設けた。1985年から1987年まで、フライブルク私立劇場に属した。 その後1988年まで野外劇団、ついで1990年までフランク・カストルフやマックス・フェルバーベックが監督を務めるケルン劇団に属した。ついでベルリン国立劇場に展示、ファウスト、死と悪魔、夏の世の夢などでの演技で注目を集めた。ベルリン国立劇場が閉鎖されたため映画界に移った。2007年公開の 我が教え子、ヒトラーで、ドイツ批評家協会賞の最優秀男優賞を受賞した。ありがとうございます。